今年4月から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されるのに向けた啓発活動が静岡市清水区で行われました。昨日 JR 清水駅の西口では警察関係者と県や静岡市など15人ほどが参加し、自転車利用者ヘルメット着用努力義務化の街頭広報が行われました。活動では上り旗を掲げ、行き交う人たちに自転車に乗るときにはヘルメットを着用するよう呼びかけるとともに、啓発グッズを配布して交通安全を促しました。警察では自転車の事故による死者の7割ほどが頭部に損傷を受けていることから、ヘルメットの着用を徹底してほしいと話していました。